東京競馬場前駅は、かつて東京都府中市、矢崎町一丁目に存在した、日本国有鉄道中央本線支線の駅である。電報略号は、ケハ。下河原線の旅客路線としての終着駅であり、南部線府中本町駅の南方200メートルほどの場所に位置した。同駅に近かったが、乗り換え駅ではなかった。東京競馬場の最寄り駅の一つであった。 競馬場の観客には、国分寺、東京方面からの観客は当駅を、立川、川崎方面からの観客は、府中本町駅を、京王八王子、静石桜ヶ丘、新宿方面からの観客は、府中競馬正門前駅を、という具合に使い分けられていたようである。なお、当駅の駅名が、国鉄で最も長い駅名であった時期があった。当駅は、 武蔵野線が開業した日に、下河原線廃線に伴って廃止された。下河原線が武蔵野線に置き換えられたのと同様、この駅の機能は府中本町駅に置き換えられている。戦時中、この駅の手前から南方へ、南部線への連絡線を付設しようとした痕跡が空中写真に記録されている。廃止時は、島式ホーム一面二線の地上駅であった。 競馬開催時の長大編成にも対応するため、長いホームであった。競馬場利用者のための切符売り場があったが、競馬開催時以外には、駅員は配置されなかった。廃止後駅跡地には、東京都府中勤労福祉会館なる温水プールなどの複合施設が建設された。2003年に、府中勤労福祉会館も、都の業格と建物の老朽化のため取り壊され、跡地は、 府中市二条として府中市の防災公園となった。北府中から伸びていた配線跡は一部が鉄道公園や緑道として整備されている。駅名標は府中市郷土の森博物館に非公開で保存されている。ありがとうございます。